ください。今シーズン初ゴールありがとうございます。熱い。わはい、練習終わりました。ミラ監督の誕生日サプライズ大成功ということで、明日の試合に備えていきたいと思います。ちょっと花粉やばいですけど。じゃあ、お家帰ってお昼ご飯食べまーす。ちょい、やめて、今撮ってんねんって。はい。うるさい。いただきまーす。パパ。もう終わりです。パパ。もう終わり。パパ。パパ。うん。ピザ。パンツの向き自分でやってみ。よっしゃ、明日の試合の準備です。竹雄さん、ありがとうございます。じゃあ仕事終わったんで帰ります。まだユウトはスクール中かな。よし、ケイお待たせ。はい、待って、お兄ちゃんずっと待っててんから、さっきいただきます。しましょう。いただきまーす。ご飯食べたらな。ご飯食べたらいいよ。はい、いただいてください。ハチ買ったの。うん、ハチの味言ってみて。あー、ぶつかる。あー、ぶつかる。いただきます。
おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターで背番号18番佐藤和真です。僕は働きながら J リーグを目指しているサッカー選手です。今日はですね、ここホームで公式戦の日になるんですけれども、昨日ミラ監督の誕生日やったので今日は絶対に負けられません。前節 FC 大阪との、首位決戦には敗れましたが、まだ現在3位ということで、上位陣につけているので、リーグ戦としては連敗は絶対に避けたいところです。じゃあ早速スタジアムの方行ってきます。おはよう。使用の動画撮影 NG なんで。おはよう。何撮影 NG です。ごめんなさい。なんで使用の動画は、使用の動画 NG、はい、チームのじゃないと NG なんで。チームの広報活動に向けて頑張ります。それダメです。ダメ。カズマくん、あ、僕のチャンネルです。ダメです。え、ゲンタなら OK。 はい、顔で選びます。顔やんけ、はい、これ親子サッカー教室。やっとのんびり撮影できるわ。あ、始まってる。始まってるよ。もっといいんじゃないですか。今日ミラ監督の誕生日の試合やからな。やっぱり。ノグさん、はい、今日は力也のあのゆりかごダンス出てましたけど、あと四国リーグ得点王って噂流れてますけど、それあの恥ずかしいからやめてください。左サイドなく四国リーグ得点王やめてください。早めに出るとちゃんと捨てられて終わるかもしれない。おいはい、お疲れ様でした。2対1でなんとか勝利することができました。おめでとうございます。そして今シーズン初ゴール、ちょっともう嬉しさがにじみ出てますけれども、今シーズン初ゴールありがとうございます。今日は力也の、出産おめでとうと、ミラ監督の昨日誕生日っていうのと、2つのあのクラブとしてのイベントがあった。で、前節負けてしまったというところで絶対連敗は避けたかった。すごいあのいいゲーム運びができた試合だったと思います。終盤ちょっと、押し込まれて相手の攻撃を食らってましたけど、なんとか逃げ切って2対1で勝つことができました。で、大事なのがですね、次節ですね。ここからゴールデンウィークの連戦に入ってきます。で、次節、同じく100年構想クラブを取得しているいわき FC さんとの試合になります。今日上位陣が引き分けたんですかね。FC 大阪といわきが引き分けたので、
順位が3位のままかな、おそらく。あとあれですね、ザラボさんから、1.3kg の、ヤマダバーグが、ショートしていただいたので、ちょっとねそれを湯煎できるほどの大きい鍋ないんですけども、ちょっと頑張って今日食べれたら食べたいと思います。この後の動画で晩ご飯ちょっとチェックしてみてください。お湯沸いたんで山田バーグさんのつけていこうと思ったんですけれども、顔でかすぎて顔でかすぎて顔も使ってません。これどないして湯煎するのは普通の家庭で、山田社長これちょっとずつちょっとずつこう浸せる面積を増やしていきます。これだからここまでいったら一回反対向けて徐々にやっていきますわ。山田社長お風呂入ってます。もうお腹減って死にそうです。何分茹でたか分かりませんけど解凍できました。これこのままでももう食べれるんですけど、フライパンに入れた方が美味しいってことなんで、一回これ焼きます。よし、じゃあ行きます。やばいやばいやばい、跳ねてる跳ねてる、よいしょ、おお入った入りました。社長顔ちっちゃいっすね。社長顔ちっちゃい、あい見てこれ見て、これこれ何これ、ハンバーグです。これでもひっくり返されへんのじゃん、半面しか無理ちゃうこれ。やばっ、めっちゃいい匂いしてる、見てこれ、ひっくり返せるこれ。もう思い切っていこうか、へらっちゃうやん、へら出てくんのかな思ったら、へらっちゃうやんこれ、全然減らしちゃうやんこんなん。あった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 、熱い、跳ねとる跳ねとる、うわやばい、社長やばい、滑ってる、あかん、社長痛い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 、どうやってひっくり返すのこれ、痛い、熱い、うわひっくり返りました。よしよしよし、あとはねこれ焦げ目つけた方が美味しいってことやったんで、もうこれでいただきます。はい、いい、 OK、 いただきます。食べましょう。では合わせましょう。いただきます。いただきます。いただきます。ママが作ったハンバーグより美味しいし、うん、ママが作ったハンバーグも美味しい、うんうん、はい、山田バーグさんごちそうさまでした。ということでですね、ここからは、次の動画になります。坂本光大選手、YouTube やってる光大と共同でコラボイベント、田んぼサッカー大会&田植え体験っていうのを明日開催します。光大は田んぼで働いていて、サッカー教室を子供たちに田植えとかをやって体験してみて、どういう風にお米が作られてるのかを体験させたいっていう思いがあって、で僕はなんと YouTube 広告収入という形で Google さんから振り込まれました。でそのお金を、まあ1回目なのでせっかくなので、これをサッカー教室に回したいって思ってたら、光大とそれが意見がマッチして、で今回一緒にその思いを語ってた優斗がちょっと参加できないんですけれども、なので長くなりそうなので、ここからは前日準備をして、ちょっとクラブハウスに戻って、ボールやったりゴール、ザラボさんが提供してくれてるコカ・コーラがあるので、それを取りに帰るのと、子供たちの景品ですね、はい、試合後ですけれども、まあ、そういったところも JFL リーガーっぽくていいかなと思うので、この動画は次の動画で光大の方のチャンネルでも上げると思ってるので、ぜひお楽しみにしてください。まずはこの動画を最後までご視聴いただいてありがとうございました。ちょっと面白いなと思った方はいいねボタンを、またここおかしいでと思うところはコメント欄にコメントをお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。